皆さんこんにちは、カート DJ 井手大輔です。これがレーシンググローブですよ。かっこいいですね。 It's time for karting. Welcome to the fun world of racing. Kart on TV。 カートは子供から大人まで長く楽しめるモータースポーツ。そんなカートの世界をもっと身近に View it。Kart on TV。 ヤマン、誰でも乗れるレンタルカートからレーシングカートの最高峰 OK クラスまで、カートの魅力をお伝えするオリジナルカート専門番組、それが Kart on TV。 さあ今日もカートの世界を楽しもう。さあ始まりました Kart on TV。 This time we got new topics for you, but let's start with GPRGPR カーティングシリーズも第3大会までを終えたんですね。ねイナッチ、第5戦、第6戦モテギ大会は地元ドライバーが有利と言われている中、やはり東地域育ちの鈴木時矢選手が圧倒的な速さを見せ2連勝、一気にランキングトップに躍り出てきました。そうなんです、鈴木時矢選手が無双も無双もう勝って勝って乗ってますね。さあ今回どうなるでしょうか。第7戦第8戦シリーズもいよいよ後半戦です。今回の水波大会、 GPR カーティングシリーズ唯一の1サーキット2大会目ということになります。半月前のテスト走行日が台風で中止となってしまったのですが、前回大会とほぼ同じ気候ということですので、その時のデータをどんな風に活かしてくるかというのがポイントになります。また今回は前回と違いまして、レースの性格を変えるために第7戦は19周、第8戦は25周となっているんですよね。ここにどうアジャストしてくるかもポイントです。なるほど、2度目の水波は周回数変えてきたってことなんですね。19周と25周、これはタイヤマネジメントが大事になってきますね。さあそして OK クラスのポイント争い、これがね大混戦なんですよ。第7戦のキーマンとなるのはランキングトップの鈴木時矢選手です。彼が今回勝ちますとシーズン3勝目、シリーズチャンピオンに大きく近づくこととなるんです。他のドライバーはそれを絶対に阻止したいところなんですが、練習走行でも好調なんですよね。さあどうなるでしょうか。現在2勝が最多なんですね。鈴木優太選手と鈴木時矢選手の2名が2勝挙げてます。その他1勝ずつ挙げているのが2人で、そんなですね、前回の水波大会第3戦ウィナーのあの選手の元へ行ってくれました。稲野和美のパドック探訪、今回はこちらのパドックにお邪魔をいたします。こんにちは、このシロテックスレーシングさんです。おー、熊谷選手よろしくお願いします。お願いします。熊谷健太選手です。さあ GPR 出てみられていかがですか。まあ、結構Q1、Q2 があるので、そこら辺もタイトルに関しても結構面白いかなと思うんですけど、まあ、あとみんなレベル高い人たちが多いんで、まあ、そこら辺は結構いいバトルだったりできるのかなと思います。まあ、去年も全日本の OK クラス参戦していましたけど、スーパーポールとかやっぱりなかったもんね。はい、なかったですね。だからそういうのでも Q2 があるっていうのが結構楽しいなと思ってて、やっぱ一番速いっていうのを狙っていきたいなと思ってます。熊谷選手といえば水波が得意というイメージがあるんですが、いかがですか。まあ、結構マックスで乗ったりしてるので、ここで踏んだらいいとか、まあ、ここはアクセルあんまり踏まない方がいいみたいな結構あるので、まあ、そこは来てない人よりはちょっと知ってるなと思います。今シーズンここで2大会あるっていうのはある意味チャンスですよね。そうですね、すごいチャンスですね。なんで APG もあるので、まあ、そこをしっかり、まあ、ちゃんと取ればチャンピオンにももっと近づけるのかなと思います。服があるんですけど、カートリパブリックの T シャツ、はい、はい、ということですね。
熊谷選手、Thank you so much! こちらの T シャツいただきました。こうなってね、後ろがね、こんなデザインになってます。かっこいいですね。ありがとうございます。ね、熊谷選手はね、ここ水波もそうですし、次回の御殿場とね、そちらも得意なコース続きますからね、シリーズチャンピオン争い、これは期待しちゃいます。頑張ってくださいね。ってことで、全国各地のいろんなサーキットたくさんありますよ。その場所それぞれに物語があるっていうことで、そんな場面覗いてみましょう。 Let's run and feel the wind. Take a ride on a racing cart. Sports and Leisure SL カートミーティング、Let's get started. 入門者に最適なモータースポーツ SL レースに集まれ。全国各地のサーキットで共通のルールのもとレースが開催されてるんですよ。そう、みんなの合言葉 Get Together SL カートミーティング。今回から4回にわたってお届けする SL トピックは、2023第47回 SL カートミーティング全国大会 In Sportsland Sugo。 おいおい、全国大会だぜっていうのは、全国の各サーキットの SL シリーズチャンピオンやシリーズ上位のドライバーたちが年に一度一つのサーキットに集まって全国チャンピオンを競う大会なんだ。いわくカートの甲子園なんだって。正々堂々と戦うことを誓います。今大会開催されたのは6つのクラス。よし、レースを見てみようか。今回はヤマハカデットオープン。シグナル今消えてレーススタートしていきます。まずはイン側からホールの松尾がいいスタートを切っていきました。今トップの松尾は後方をだいぶ離してますよね。さあ、そして今もうここの位置、この位置っていうところまで来て、こんなに差をつけて圧倒的な速さ、そして強さを見せたヤマハカデットオープンクラス、松尾修馬が優勝。ブライオリーレーシング、バトルとかするかなと思ったんですけど、まあ案外離れてよかった。みんな生き生きしてるね。乗りたくなってきたんじゃないですか。 You can drive this machine too。 そう、みんなの合言葉 Get together SL カートミーティング。いや、本当にたくさんの方が参加してくれましたね。ご覧ください、すごい人気です。で、SL レースはここ水波はもちろん、 GPR を開催している全てのサーキットでも行われてますし、その他ね、たくさんのコースでシリーズをやってるんですよ。で、誰でも参加できますね。皆さんもよかったらいかがですか。ぜひ参加してください。さあ、今回のヤマハカデットオープンで優勝した松尾選手もこのコーナーに出ていました。未来のスタードライバーにフォーカス。8歳から13歳までの主に小学生が参加するクラス、カデットクラス。次の世代を担う子どもたちがサーキットでしのぎを削っています。さあ、今回登場するドライバーは、樋口レーシングチームの今村光成です。9歳です。最初おじいちゃんが乗ってたので僕も乗り始めました。キッズカートを乗ったらだいぶハマって、そこからずっと続けました。やっぱ抜くところとか追いかけるところとかです。コーナーの入り方とか立ち上がりの仕方、追いついたらすぐインに刺すっていうことがコツですかね。みんなとバトれて結構いいなとは思いました。F1 レーサーになりたいです。ジュニアドライバーのみんな、カデットクラスから未来へステップアップ。さあ、ここからは GPR の OK レースシーンに行ってみましょう。タイトル争いを一歩抜け出すのは一体誰になるのか、とっても興味深い戦いになりそうですね。それじゃあ予選のタイムトライアルから行ってみましょう。 Let's go。 参加台数が21台以上の場合、 A と B2 つのグループに分けてタイムトライアルを行います。タイムトライアル6分間ということなんですが、そう、タイムトライアルは6分間、 Q1 Qualifying 1、 いわゆる予選の1回目。 AB 各上位4番手以上、 Z
全8台のマシンが予選の2回目 Q2 に進みます。それがダンロップスーパーポール。 All right, here we go。ダンロップスーパーポール、トップタイムをマークしたのはここもか鈴木時矢選手。ラウンド7決勝のポールポジションを獲得しました。あらあら、時矢さんまた取っちゃったの、スーパーポール、すごいじゃないですか。また無双しそうですね。鈴木時矢選手一体どうなるか。そして2番手タイムをマークしたのが熊谷健太選手です。決勝どうなるんでしょうね、楽しみですね。その前にレンタルカート見てみよう。 Come on! Get on! Rental Cart! SWS Race! Let's do it! Entry is free of charge! 初心者から上級者まで楽しめる世界共通のポイントシステムで世界ランキングは毎日更新。いつでもどこでも SWS Race の模様をチェック。The race took place at 愛知県常滑市にあるシーサイドサーキット。2023年10月29日日曜日に SWS レースジュニア部門シーズンの締めとなるソーディージャパンカップ2023ジュニア全国大会 in 常滑が行われました。ソーディカード、5つのモデルをイントロデュース。 Here is the ソーディカードラインナップ。 EV カードモデル RSXRSX は電動モーターで駆動する時代と環境に配慮した最新鋭の EV カー。この日は2023年9月28日時点での SWS ランキングに基づきジュニア部門の全国ランキング上位30名とソディジュニアカート導入サーキットから選出するサーキット選抜枠合わせて48名の選手が出場。大会は1日に3レース開催。この日使用するカートはホーム&アウェイの差を軽減するために全国大会特別仕様にセッティング変更。大会スケジュールはレース1、レース2と続き、ラストは全国大会ファイナルへ。クライマックスはレース1、2の決勝結果のポイント順上位12名で全国大会スーパーファイナル。 What will happen?Let's drive! You might be the next champion! ここでもジュニアドライバーたち輝いてましたね。カートの世界はいつでもどこでも開いてますよ、扉。Won't you join the karting world?まあ、前日の練習からちょっと茂木みたいな好調はなくて不調が続いてたんですけど、まあ、予選タイトルまで引きずってしまってなかなか上位には食い込めなかったんですけど、上り調子で。お、我らが水木教官、茂木大会に続いて水波大会もスポット参戦です。決勝はどんな景色だ、コースを体感。オンボードカメラ、高速コーナーが続いたりとか、あと中の5コーナーそこつばやっぱすごいペーススピードが落ちる中で、まあ、ちょっとこう小さいギアで立ち上がらなきゃいけない部分もあったりとか、ドライバーの腕がすごい試される難しいコースの一種です。5コーナーすごいグリップするコーナーの面も少し変わってて、飛び込みとやっぱすごいスピード落ちるんで、そこつぼまでのスピードの乗せ方バランスよく、そこつぼは唯一の左の小さいコーナーになるんで、やっぱり少しこう挙動が他のコーナーと比べて変わってくるところあるんですけど、その後のバックストレートに向けて、まあ、5コーナーと一緒でこう入り口の込み具合と出口の加速具合のこのバランス取るのがすごい難しいコーナーかなっていうこのサーキットで思います。水波に関しては高速コーナー続くんで、まあ、できるだけのコーナリング中のボトムスピードを落とさずに、まあ、いかにこうつなげて次のコーナーまで持っていくかっていうのを意識して走ってます。前にもお伝えしましたけどね、早かったですね。水波は高速サーキットなんですよ。ここで戦うんですよ。じゃあお待ちかねの GPR 水波大会 OK クラスラウンド7決勝行ってみよう。
それではラウンド7ファイナルスターティンググリッドチェックイット。ポールポジションは茂木大会2連勝で水波に。ここでもダンロップスーパーポールを取ったなるか3連勝鈴木時也選手。セカンドスタートはラウンド3水波大会ではポール2ウィンを決めている得意のコースだ熊谷健太選手。3番グリッドはこちらも水波は得意のコース、前回の水波では兄ひとし選手が勝っている、それに続けるか酒井亮選手。4番グリッドは各ラウンドで常に上位フィニッシュ、熟練の技でトップを狙うベテラン三村宗太郎選手。5番グリッドは GPR 開幕ルーキーで驚異の2連勝、現在ポイントランキング2位鈴木優太選手。天候は晴れ、気温33度、路面はドライコンディション、出走台数は22台、レースは19周です。イナチ、お願いします。スタートは切られました、スタート。さあ、鈴木時矢と熊谷健太、サイドバイサイドで1コーナーから熊谷がインナーにスイッチしたが、鈴木時矢が守りました。ホールショットは鈴木時矢。2番手に熊谷健太、3番手、4番手は三村と酒井亮、インサイド飛び込んでくる。3番手酒井亮、4番手三村、5番手鈴木優太、6番手はサイドバイサイドから藤井翔太が前に出ていきました。7番手には吉田、8番手はさあイン側からアプローチをしていったドライバーが前に出てきましたけれども、さあこの8番手はカーナンバー2727といえば菊池隆博です。ポジション少しドロップしてしまいましたね。そして9番手以降はまだ S 字の2個目でも横並びになったバトル、最終コーナーでようやく一列になります。オープニングラップ、鈴木時矢の後ろ熊谷健太が近づいて3番手までが一段となっています。さあ鈴木時矢の速さは今回この GPR ももちろんですが、その他の OK を操るカテゴリーでも大きな評価を得ています。 OK チャンプではシリーズチャンピオンも獲得、その勢いのままにこの GPR の OK クラスに出てきている。今シーズンは鈴木時矢だろうと大方の関係者が思い始めている今日この頃、この3勝目を決めたらもうその評価は絶対的なものになるでしょう。おお、2番手3番手、今バックストレートエンドのところで3番手のカーナンバー10酒井亮がかなり遠赤を使っていきましてドキッとしましたが、ホームストレートを熊谷健太にさらに近づいてきました。タイムギャップコンマ2といったところでしょうか。最終コーナーからトップ戻ってまいります。8周終了、カーナンバー7鈴木時矢後ろを1秒4引き離しての堂々たるトップ快走中です。2番手には酒井亮が上がって3番手に熊谷健太、後ろのバトルもすごいけど2番手3番手もまだまだやり合いそうですね。今ヘアピンへとアプローチをしていくところ、野沢、宮城、菊池、中井、さらにその後ろ酒井仁志、土橋光太と行きました。酒井仁志はタコツボで飛び込んでいきまして前の中井をかわしました。さあ中井春人もカーナンバー31番の蛍光イエローのカラーリングのスーツを着ているドライバーなんですが、ランキングも4位ですし、今までコンスタントにポイントを取ってきてキーポイント、有効ポイントを計算する際のキーポイントもたくさん持っているようなドライバーなんですが、今回は不調です。ちょっと苦しい。4番手鈴木優太、そして5番手吉田香織。さあこの2人は吉田の方が明らかペースが良さそうなんですよね。鈴木優太が45秒1、吉田が45秒0というところで周回をしていまして、このあと4番手5番手争いはあと数周でバトルに入っていくかもしれません。さあそして吉田香織が鈴木優太をかわしました。この13周目前半です。吉田香織のペース思ったよりもいいですね。バトルになるまであと数周かかるかと思いましたが、吉田香織が先ほどのセクター2でファーストテストをマークしてきました。44秒881、これはですね酒井亮と熊谷健太よりもコンマ3速いタイムとなっていて、
これ追いつくかもしれません。鈴木特許は45秒04というタイムでもう流していると思うんですけど、酒井と熊谷に関しては、さあ吉田薫が44秒9を出しているから、もうこれ厳しくなってきた。残り周回数4周を切っています。熊谷健太、シリーズランキング3番手としてこの水波で踏ん張れば、彼にとっては一番得意な御殿場が待っている、そんな大会ですが、後ろから吉田薫がじりじりと来ています。酒井、熊谷、吉田が一段になります。さあここに来て熊谷健太もお尻に火がついてペース上がりました。酒井亮に対して熊谷健太もペースが上がった。吉田薫が簡単に追いつけなくなっているが、さあこれで酒井に引っかかる形になるんじゃないかと思います。最後の1周バトル勃発か。最終セクションに入っていきます。まずはトップの鈴木徳也からファイナルラップに入っていく。鈴木徳也、今シーズン3勝目に向けてあと1周。そして2番手争いだ。これは熊谷が吸い付く。酒井亮に対して熊谷、最後ダッシュをかけていく。かけていくが酒井亮が抑える。熊谷のラインを抑える。吉田薫が近づいた。これで吉田薫がロックオン。ヘアピン抜きどころどうだ。酒井が守る。酒井が守った。吉田薫インサイドから立ち上がっていく。さあどうだ。スピード伸びるのは吉田だ。吉田3番手浮上。そして本当だったらタコツボで畳みかけていきたかったと思うが、ここは酒井亮が2番手を守り、そしてイン側を守る。吉田はクロスを取りに行く。これは懸命。後ろからどうだ、取った。しかしクロスか。どうだ、熊谷健太も入った。後ろさらに鈴木も追いついてきて、トップは鈴木特許3勝目。2番手吉田、3番手熊谷。後続なんて何のその、ダントツの速さを見せた鈴木時矢選手がオールトゥーウィン。水波大会、ちょっと前回第2大会の時はちょっと不調で、まあ、ちょっとこうあまりいい結果で終われなかったんで、まあ、ちょっとこういろいろチームの方と改善して本当望んだ結果が3連勝できたのかなっていうふうに思います。今年から新しいシリーズでまだ初代チャンピオン、まだ OK のチャンピオン、まあ、この前 OK チャンプでチャンピオン取ったんですけど、まあ、ちょっと本当GPR の初代チャンピオンになれるように頑張りたいなと思っています。鈴木時矢選手と K スピードウィンの皆さん、コングラチュレーションズ。後続をぶち切った素晴らしい勝利。それにしても2位争いがすごかったですね。最終ラップのバトル、手に汗握る展開でした。はい、それでは3選手正面ご覧いただきまして、そしてラウンド7、チャンネル700勝はモテギに続いて全くもって隙がないなんてこった鈴木時矢選手。はい、おめでとうございます。あ、5回か。そうですね、ちょっと商品券もらえるのは結構嬉しいかなっていう感じかなそうですね、まあ、高速コーナーもあり低速コーナーもありっていう、こうドライバーの、まあ、技術面だったり、こうエンジンのこう性能の違いだったりが本当見分けやすいあのコースなのかなと自分的には思いますね。いやすごい、本当にすごい。三冠ですよ、三冠。これね、モテギ大会のラウンド5と全く同じこと言ってるんですけど、これ別のレースですからね。三冠、ダンロップスーパーポール、ラウンド7の優勝、そしてチャンネル700勝と3つ取りました。これはシリーズチャンピオン争い一気に抜きんでたっていうところじゃないですか。水波も連勝しちゃいますか。どうなんでしょうね。カートオン TV、 もっともっとカートの世界をお伝えしていきます。カート DJ 井出大輔でした。それじゃまた。